タマカイは、上気孔スズキ目ハタカエピナフィラス属に分類される、魚類。ペルシア湾を除くインド洋、太平洋、広海日本では、和歌山県、伊豆諸島、小笠原諸島、沖縄島以南の琉球列島で確認例がある。一般的な全長は190センチメートル。最大全長270センチメートル。最大体重400キログラム。3メートルの記録があるとも言われる。サンゴ礁に生息する硬骨魚類としては最大種。背びれ棘上数11、背びれ軟上数14から16。大きい口と丸い尾を持つ。幼魚は不規則な黒と黄色の斑点を持ち、成魚は緑灰色から緑褐色で薄いまだら模様がある。ヒレには多数の小さな黒い斑点がある。成魚になるにつれて種特有の斑紋が消え、種を特定することが困難になる。サンゴ礁域の外側斜面で崖状または洞窟状になったところ、岩場で観察される。魚類。エビ類などの甲殻類などを食べる。沖縄県での方言名として、アーラアミーバイがある。アーラミーバイは、大型ハタ類の総称である。食用とされることもある。内臓や皮が漢方薬になると信じられていることもある。食用魚で、鍋や刺身が美味しく、沖縄では高級料理にも用いられる。オーストラリアクイーンズランド州の海を象徴する、魚である。食用にする沖縄県では他の食用魚や糸ハタとともにタマカイの種苗生産技術を研究する。沖縄県は2011年には日本国内で初めて人工授精に成功している。人を襲ったという正確な記録は存在しないが、オセアニアの一部の地域ではタマカイはダイバーを丸飲みにしてしまうとして恐れられている。また NHK でも人を襲い、頭を丸飲みした怪物と放送している。日本へ輸入もされている。東京の築地市場に稀に入荷する。一方、台湾では養殖され、市場に出たり輸出がなされる。台湾では、ハタの王、魚のボスと称されている。分布が非常に広大だが、漁獲圧の高い地域では絶滅しており、分布域全体でも稀な種とされる。生息数の推移に関するデータが不足していることから、2018年の時点で本種の生息状況に関しては不明とされている。食用や薬用の乱獲、飼育施設などでの展示目的での採集などによる影響が懸念されている。日本でももともと稀な種とされていたが、近年は成魚の確実な確認、捕獲例がほぼなく、さらに減少することが懸念されている。2017年の時点で沖縄県レッドリストでは絶滅危惧愛泳類と判定されている。絶滅危惧愛泳類現代に繁栄している魚類の中では最もシーラカンスに似た形態や習性を持つとされている。そのため水族館のアクアマリン福島ではシーラカンスロボットと共にタマカイを展示している。ありがとうございます。